三段回線の実物大の復元船オリンピアスを使って作られた船体の写真。三段回線は、紀元前5世紀頃から地中海で使用された軍船である。三、カジソウ船、トライリームとも言う、フェニキア人の国家や古代イギリシアで用いられた。三段回線に限らずこの種の軍船は、外洋の航行には適さず乗員の寝場所もないため、一般に沿岸を航行し、 夜間は海浜に引き上げて乗員は陸上で水事をし休息した。古代ギリシアの三段海戦金属製昇格を装備したギリシャの復元三段海戦オリンピアスその名称の通り、海の漕ぎ手60名から170名を上下三段に配置して高い速力を得た。帆を備え、風力でも移動できるが、地中海では風は当てにできなかった。この種の軍船は、 船底祭全部に、聖堂で補強した昇格という突起物を備え、敵船に衝突して潜伏に穴を奪って浸水させ、行動不能とすることを目的とした。アテナイでは、宗主は自ら武具を調達できないテテスで構成されていたが、その数は2万程度だったので、後にはテテスだけでは足りず、メトイコイが大半を占めるようになった。トゥキディテスの戦士によると、 ペロポネソス戦争中にスパルタ側についたケルキューラは貿易によって冬を誇っており軍船の総飾はほとんど奴隷で賄っていたとされる。戦隊衝突により打撃を与える戦法はペルシャ戦争で威力を発揮した。三段回戦の他に補助的な軍船として50回戦があった。高木の少ないギリシアでは貝の材料にするまっすぐな木材が入手しにくく、 テッサリアなどからの輸入に頼っていたので、海戦に勝った場合戦場に漂う敵味方の海などの潜在を確保することも重要だった。艦隊の戦法としては、敵艦隊を左右から包囲して混乱させつつ周囲から昇格攻撃を加えるペリプルスや敵艦の隊列の間を突っ切り、海の列を破壊して機動力を奪ってから昇格攻撃を行うディエクブルスなどがあった。 1987年にはギリシャで復元戦、オリンピアスが完成した。ありがとうございます。